長尾川、先ほど向こうの方から撮影してきたんですけども、まあ、ここで手すりが途切れてるんですけども、別に何の問題もないです、こういうことで。向こう側に転がっていく人なんかまずいないです。こういうふうな手すり作ったところでこういうふうに錆びますんで、あちらもです、向かいの方も。で、これ、距離にして1キロぐらい使ってるんですよね。それだけの金属があったら、河川水門開閉式ダム発電作れるし、まあ、ちょっと、その金属は弱そうだからあれなんですけども、素材何を使ってるのか、まあ、僕としては鋼プラス周りをステンレス加工したいんですけども、ちょっとね、さっき撮影2つの河川が合流したところからはだいぶ来てるんですけども、まだこの辺は早いですね。もっと向こうですね。手すりがもったいない、金属がもったいない、あと箸でもこういう風な箸じゃなくて、金属だけを使った箸が向こうの方にあったんですよ。でもちろん錆びてます、時間の経過とともに。だからそういうのがもったいないから、そういう風なことしちゃダメですよって、まあそういうことです。